然ですがこちらをご覧ください。これからの未来、もっともっとペットも家族になっていくと私は考えました。そしてまずこちらの動画をご覧ください。それ、はい、2回2024年の2月24日でした。え？それが死ぬ証拠。愛犬がこの世を去ってしまったんです。このように持病で気が抜けてしまっていました。辛い介護、世話しても世話しても弱く、世話しても世話しても醜くなる。せめて大好きな散歩でも連れてってあげようと思って公園に行ってみたら、おばちゃんにあんたがちゃんと世話してないわこんなんなってんちゃうのと心ない言葉をかけられてしまうんです。そして私はこれからの未来でドッグウィッグクリエイターという仕事になりたいと思いました。それでは仕組みについて説明していきます。ペットサロンに来たワンちゃんから毛を寄付してもらいます。そしてカツラを作ります。またこれは他の動物の毛でも利用で作ることができるんです。医療用ウィッグはこのようになっていて、ファッション用ウィッグはこのようになっています。今回プロトタイプを、お手元に、はい、持ってこさせてまいりました。このようになっています。川村桂様の協力により作ることができました。そして飼い主サイドと犬サイドに分けてウィッグの意義について話していきたいと思います。飼い主サイドとしては床ずれになった時に骨が丸出しになってしまうんですね。それすると犬も痛いし、飼い主も見ててめっちゃ痛そうなんです。これから介護をして、この辛い介護でこのウィッグがあれば少しでもこの辛い介護のモチベーションが上がるのではないかというものです。また周りの目を気にせず散歩をすることができる。犬サイドとしてはウィッグで愛着を強くする。そして命の飼い主の命の責任感を強くする。この2つが掛け合わさることで犬の幸せが生まれるのではないかというものです。またカラーリングは通常30分から1時間かかります。しかも高度なカラーリングの場合、数日間に分けて計画的に行わなければならない場合があるんですね。これをウィッグで代用して、そんなワンちゃんのストレスをなくしてみようというものです。では皆さん、みすぼらしい服を着た赤ちゃんとドレスアップされた赤ちゃん、どちらが溢れる社会がいいと思いますか？もちろんもうドレスアップされた赤ちゃんですよね。私はここから責任のペットにせよですよ、ペットにせよ赤ちゃんにせよ、責任のあるものに対して愛情表現としてこうやって着飾っているんです。愛情を超えて愛着を、人間を超えて動物へ、あなたの唯一無二で大切で愛おしいその愛犬への愛着をこのドッグウィッグクリエイト、ドッグウィッグで育ててはみませんか？ご清聴ありがとうございました。参加してよかったことは、やっぱりその私の考えをこういう広める機会ってやっぱただの高校生だからあまりないと思うんですけど、こういう機会があっていろんな人が訪れてくれて、それでこの話を聞いてくれる、しかもコメントもしてくれる、そんな恵まれた環境を整えられてて、本当に参加してよかったなという感じです。